本郷駅は、広島県三原市本郷南六丁目にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRG15。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅で、半京上駅である。かつては、単式、島式複合型2面3線だったが、町づくり交付金による、駅橋上化工事及び周辺整備に合わせて、変更された。各 ホームどもエレベーターが設置されており、施設においては、福祉のまちづくり条例及びハートビル法の認定を受け、バリアフリーに対応している。駅舎内の壁や柱は黒を基調としており、1階南口付近にボランティアでの池花の展示がある。三原駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。愛子家利用可能駅。 1>, 1階2階短式、島式2面3線の構造で、短式ホームの1番乗り場は、下り本線であり、島式ホームのうち2番乗り場は、上下副本線、3番乗り場は、上り本線であった。抽選の撤去前は、抽選が2番線に該当するため、短式ホームが1番乗り場、島式ホームは3.4番乗り場であった。二番乗り場には、かつて、 三原方面からの当駅折り返し便が入線していた。2001年10月1日が夜改正で、当駅折り返し便が廃止され、以後は一部の下り貨物列車の一時停車や、保線車両などの駅流打ち他に使用されていたほか、改装中のサンライズ夢や臨時の団体列車が、時間調整を行うこともあった。1日平均の乗車人員は、以下の通り、突起のないものは、 国土数値情報駅別乗降客数デートによる。近年は、三原市のベッドタウンとして、周辺の再開発が進められている。ありがとうございます。